和牛の面白牧場。こんばんは、吉本の漫才コンビ和牛の川西です。水田です。さあ今週も始まりました和牛の面白牧場、はい、夜の9時まで生放送でお送りさせていただきます。はい、来ましたね。あと2回ですか。あと2回、今日入れてあと2回ですよ。いやー、あっという間でしたね。いや、そのラストにやろうや、それラスにでまだやめてやねえ、最近ね、はい、足のすねの骨が痛くて、え、なんかちょっと走ったりとかしたら、うん、もう一歩目から痛いんですよ。歩いてる分には大丈夫な。歩いてる分には、最近は歩いてる分にもちょっと痛くなってきました。足のすねの骨、骨なんで、で、うん、フットサル始めてからなってるような気がするんだよ、うん、でも全然走ってんねんけど、フットサルでも、うん、で、今フットサルに FC 林って、そのギャロップの林さんのチームでやってるところに、うん、いつもまあ人数が 2,3 人足りんから、うん、その度に助っ人を呼ぶねんな。そのチームには属してないけども、はいはい、芸人の後輩の子なんかサッカーやった子とか、まあ、サッカーやってましたよみたいな子、うん、その中に星稜高校出身とも思うんだ。星稜高校って言ったら、うん、野球だったら松井選手、うん、サッカーだったら本田圭佑選手、サッカーも強いんや。そう、でその子が現役の時は日本で準優勝の、サッカー部におった子がレギュラー、ね、そんなバリバリ試合出てる方ではないって言ってたけど、まあ、まあ、でも上手やろね、うんうん、が最近来てた、黄緑っていうコンビの土井君っていうんだけど、うんうん、その土井君に症状を話したら、うん、ええそれあれっすよみたいな、バーッと調べ出して、うん、あ、そうそう、これ心スプリントっていう病気ですって、ね、うん、その疲労で骨に痛みが溜まってくる、うん、その練習しすぎの高校生とかがなるやつですねそう、大人でなってる人知らないですよ僕週1の35のおっさんがそんな思春期の頃にしかなれへんようなやつなったん。おそらくさ、まずね、フットサルの人工芝って下が言うてももともとコンクリやから、うん、それ土とか詰めてるけど軽くは、はい、硬いから、うん、走ったら全部衝撃が足に来んのよ、うん、で俺重いやん体、うん、重いのにめっちゃ走んねん、うん、だからもうドス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 っていうその、うん、衝撃が全部足に来てるから、うん、多分それで週1やのに、うん、その高校生しかならん病気みたいなやつになってると思うね。もう一回言って何やったっけ。心スプリント、心スプリント、うん、っていう、まあ、病名なんや。そう、だからお前人なったら痛風みたいに、うん、風が吹いても痛なるぐらい痛い、なんて最悪やん。そうやねん。それほなお医者さん行った方がいいん違うん。でも安静にするしか多分ないっすよ、うん、安静にして治ってきたら、足のすねの筋肉を鍛えるようなリハビリというか、うんうん、したらその言うたら骨に負担がかからないようになってくるから、うん、でもそれも治ってからの話なんで、そのリハビリ、その足のすねの筋肉、うん、なんかこう床にタオル置いて、うん、それ踏んで親指をこうグッグッてこうそれで引き寄せるみたいな、わかるかな、タオルをこう指でこう引き寄せるみたいな、足の指を使って筋トレするみたいなこと。そうそうそう、うん、そしたらすねに力入るから、その筋肉が鍛えられるから、うん、そういうので、でもそれもリハビリの話なんで、とりあえずはもう安静にした方がいいですよみたいな、うん、ほなもう行ったらあかんやん。でもそういうわけにもいかんやろ。いや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 、そんなん安静だって、その子がなあ、うん、これやばいですよみたいなテンションで言ってたわけやろ。まあ言うたら、いや半笑い、こんなんなる人いないですよ大人でっていう。いやでも俺としてはちょっと直してもらうとな、その仕事に影響が出たら嫌やで俺、それフットサルで。まあもちろんフットサルで仕事に影響出ないしますし、まあもし、うん、痛い痛い痛いってなっても、うん、まあ言うてもな、わてら漫才師やから、その基本的にはマイク前で立てればいいわけやから、立てればなんとか仕事はできるからね。いや、その出囃子なって袖から舞台のセンターまで出るとかあるやん。まあ板付き漫才師になるかもしれへんけど、その場合はやめてくださいよ。ちょっとフットサルちょっともう禁止な、じゃあしばらくそれだってあかんって、直してもらわんと。いやでもやっぱ
ストレス挟なるからね。楽しいし、やっぱ楽しい瞬間がいっぱいあるから。まあわかるけど。うん。うん、その最近フットサルでね、セーフシェアしてトークイベントとかもこれから多分やっていくから、うん、そういうので使えたらいいなと思って、うん、カメラ買ったんですよ、僕。はい、はい。ビデオカメラ。なんか言うてたな。頭に装着して、こう、ヘッドバンドみたいなのにカメラを装着して、うん。小型のカメラでしょ、まあ言うたら。でも結構綺麗に撮れるのよね、性能が良くて。そうそうそ う, そう、うん。で、それを最初僕がつけたり、キーパーにつけたりね。うん。ほんならほんまテレビで見るようななんかこう、迫力ある映像が撮れるからさ。ドリブルで迫ってくる人のシュートとかがすごい臨場感で。そうそうそう、まあそれを、だからトークライブの中でモニターに映し出したりしたら盛り上がるんじゃないかってことですよね。そう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 、うん。オープニング VTR で使ったりさ。うん。うん、で、その、やっぱ林さんがね、面白いプレーをいっぱいしてくれるのよ。ギャロップの林さん、まあチーム FC 林のキャプテンでしょ？狙ってはないのに、なんか、うん、なんやね、ほんま、特にヘディングの時なんやけど、うん、林さんがヘディングしたらなんか、なんでそんな方向にボール行くねんみたいななって、多分ツルツルやからやと思うけど、うん、一瞬時が止まったみたいになんねんな。なんかみんな、おーってボール追いかけんねん、その時だけ。受けるまでに時間かかるやつやろ、だから。一瞬何が起こったか分からんけど。この間もだって、センタリングバーン上げたら、ヘディングでゴールに決めなあかんのに、高さが足りんかって、やっぱ林さんちょっと低いから背が、うん。ジャンプ思いっきりすんねんけど、上にバーン飛んだら、ヒューンってボールが来て、パーンって音がして、ボールがまっすぐ上にヒューンって上がって。その時にも、あまりにも上がって、みんなは、あーみたいな、もうお月さんみたいな、その、で、ありえへん高さまで行って、そんな強さで蹴ってないよって、その、なんでそこで威力が増したんやってくらい、上に飛んで、高い横のコートの仕切りのコート、越えて隣のコートまで、で、いや、これ林さんにつけてたらよかったな、みたいな、カメラを。いや、でも林さんにつけてたら、途中でボール消えるからな、うん。ボールにつけたよね、みたいな、その、ゆくゆくまあそうやろな、うん、ボールにつけるのが一番それ林さんを生かすアングルやろうけど、うん、そうそうそう、でなんかまんまるじゃないやん、でも林さんってまんまるじゃない、膝みたいな形、なんかあのさ、ほんまここユニコーンみたいにさ、ちょっとだけ出てるよな、真ん中が、うん、額のとこらへんがね、うんうん、グッて出てる、だから丸みのあるあのテトリスの便利なやつ、このあるやん、どこにでもハマってくれるテトリスの丸、あれに丸表彰台みたいなやつ、そう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 、あんな感じの頭してはるよな、そうやな、ちょっとボコって出てるよな、うん、まあだから真上にパーンって飛んだりとか、当たりどころによっちゃ変なとこに飛んでいくんやろな、かもしれんね、だからそのウェアウルカメラはそのヘッドバンドやから、その頭のとこ結構キツキツのバンドで締めるからさ、うん、体勢につけたらやっぱ鬱血して上半分が紫色になるわけよね、うん、ほんならあのいつも基本林さんやっぱハゲてはるから、その湯気がもろに頭から出てんのよ、みんなやっぱ体から出るやんか、湯気ってこう、うん、汗かいたら夜とか暗い中、うん、あ湯気上がってんな体から、うん、林さんだけなんかはっきりと頭からこうほかほかの湯気が上がってんだけど、やっぱ、まあ、頭以外も出てるやろうけどみんながそこしか見んだけやと思うけど、うっけとしたら、うん、林さんだけ額から全く汗かかんくなるじゃん、うん、そのやばいやばい、今体温むちゃくちゃ下がってるみたいな、林さんの頭のとこだけ湯気が出るか出えへんかやから分かるという、そう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 、そんな、まあ、それも本当は林さんにつけてたら見取れへんねんけどね、そうやね、もう一個カメラがいるんですけど、いい映像は撮れてるんですか、カメラ買うてから。撮ってますよ、あの結構あ迫力あるなっていうシーンも撮れてます、うーん、はい、なんか今ファン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 、誰かなんか乱入してくるんかなっていう、このラジオに林さんが来るんかあ、そう、まあでもだからイベントがいつあるんでしたっけ、21日ですね、で水田くんはその初回のライブには出れないですよね、そうなんですよ、僕はあの劇場の方が入ってましてね、はい、行けないんですよ、うん、だからすごいせめてその映像でだけでも、うんうん、貢献したいなと思って、うん、はい、FC 林愛がね、すごいんですけども、うん、じゃあそろそろ時間なんでオープニングも、うん、一個嬉しいニュースを、うん、お届けしておきましょうか、はい、前にね、うん、幕張イオンモール劇場っていうところに行った時に、はい、バス乗る場でたまたま僕も
ケンシロウ君も並んで待ってたらね、うんうんうん、バスを、うん、劇場まで行くバスを、はい、そのバス乗り場で劇場のチラシを配ってるバイトの子がいたじゃないですか。いました、いました。そのチラシには、その日劇場に出る劇人の名前とかその写真が載ってあって、うん、で来てくださいよっていうのためにビラを配ってるわけですよ、はい、その時はまあもちろん和牛は出ますけども、うん、ピスタチオとかトレンディエンジェルとか売れっ子が出てて、うん、でまあその子がトレンディエンジェル出ますよ、ピスタチオも出ますよ、うん、トレンディエンジェル出ますよ、ピスタチオ出ますよってこう配ってるわけよね、うん、まあ和牛の名前は言ってくれなかったじゃないですか、はい、で並んでる人らにも一人一人配っていったやんか、一人一人あれ本当あかんと思うけど、俺はその逃げ場のない人のところにグッと渡しに行くのは。ほんで当然川西君のところにも来るけども、うん、あなた受け取らなかったじゃないですか。まあ受け取らないですよ、電話側なんで、ね、うん、でその後ろに並んでた僕も受け取らなかったじゃないですか、うん、受け取らないですね。ほな向こうは、うん、その2人連続でなんかうつむいたマスクつけた男が受け取らへんから、うん、あれってなって、うん、振り返って僕を見て、僕もちょっと振り返ったから、うん、はってなって、うん、和牛の人や、うん、ってなって多分その察してね、うん、すいません和牛の名前は言ってないですけどもみたいな、はいはい、でまあこうすごい悲しい会釈をして、うん、でもう一回配れて、うん、トレンディエンジェル出ますよ、ピスタチオ出ますよ、はい、トレンディエンジェルよ、出ますピスタチオ出ますよっつって、うんうん、あそれでも和牛は言ってくれないんやねっていうのがあって、うんうんはい、でこの間幕張のイオンモール劇場行った時に、はい、うん、あのイオンモールむちゃくちゃでかいからでかい違う入り口から入った時にそこでもビラ配りしてたんですよ、はあはあはあ、でそのビラ配りしてる子おったから、うん、僕あの柱の陰から見てたんですよ、うん、言ってくれるかなと思って、うん、その日はね渡辺直美とか、はい、ジャングルポケットとか、うん、すごい人気者がいる中、はい、和牛も出ますよと、うん、言ってくれてました、ありがとうございます。嬉しいやん、言ってもらえるようになった。そうちゃんと俺って分かってない状態からね、僕は隠れて見てましたから。まあまあまあそうですよね。いやいや、ありがたいやん、とうとう来たなと思って。 M1 効果かな、やっぱそういうのって。ああかもしれないね、 M1 の決勝に出てなかったら言ってなかったかもしれないよな。確かに、うん、で意味はあったんや。意味はあった。大丈夫、でもそれちゃんと聞いた？その日の演者さんを丁寧に全部言うタイプの人なだけじゃない？うん、なんでそんなこと聞く？まあ言うてたけど言ってたんかい。いや、ほんならもうそういうことやん、仕事が丁寧な人やったということなだけやん。俺らがなんか地位が向上したとか違うやん。あー気づいたか、川西探偵。いやちょっと待って、なんで俺を騙そうとしたん今。ぬか喜びさして。いや俺は嬉しかったから。いやまあ嬉しい、名前言うてもらえるのはな。まあ、そうですね、だからもっともっと頑張っていかんと。それの名前全部言うタイプの人であっても、その最初に名前を言うとかね、あいう風になってきたらもうなかなかのもんやと思いますから、はい、そういう風になれるようにまたね頑張っていきましょう、はい、ということで、今日入れてあと2回の放送となりましたけれどもね、最終回に向けて今週も引き続き、最優秀ギャグ師匠を募集したいと思います。これまで出てくださったギャグ師匠の中から皆さんが良かったと思う師匠に投票してください。締め切りは今週の放送終了時間まで。最優秀ギャグ師匠に選ばれた師匠にはもう一度電話で出ていただけるかもしれませんよ。最優秀ギャグ師匠への投票、皆さんご参加ください、よろしくお願いします。それでは一曲聴いていただきましょう。ユニコーンでスターな男。あなたと私の新試合、どうも水田慎です、よろしくお願いします。いや師匠だけ一番笑ってる。師匠どうでしたか？和牛の面白牧場、 KBS 京都からお送りしています。お聞きいただいたギャグは森屋日和師匠によるものでした。慌てない、慌てない、セクシーポーズ、セクシーポーズ。和牛の面白牧場、 KBS 京都からお送りしています。慌てないの言い方が100点ですね。あ、ほんまですか？はい、あんなにも関西というか関西の匂いが出てくるんですね。お聞きいただいたギャグはアイロンヘッド毛利師匠によるものでした。
もしもあの時に戻れるとしたら、誰でも後から振り返って、あの時ああすればよかったと思うことがあるはずです。このコーナーではそんなエピソードを紹介していきますということなんですけども、突然なんですけどね、このコーナーは一足早く今日で終了となってしまいます。ひえー、まあでもね、来週が、最終回なのでスペシャルな企画を、ご用意しておりますので、今回は、今回でこの企画に関しては終了です。じゃあ早速いきましょう。まずはこの方、ラジオネームおいしい牛乳さんです。はい。私が戻りたい時は中学時代です。私は中学1年生の時に初恋をし、それまで外でドッジボールをすることが大好きだった私は一変恋愛ポエマーになりました。当時好きだった男の先輩へ思いの詰まったポエムを毎日毎日ノートに書き、ついには私とその男の先輩の妄想デートまでノートに書き連ねていました。3年間でそのポエムノートは20冊にも上り、妄想デート小説や痛々しさ満開のテンションで書いた毎日の日記を含めると相当な量になりました。高校生になり、それなりに落ち着いた私は中学時代のいわば黒歴史の数々を大きな段ボールに詰め、自分の部屋のクローゼットの奥に押し込みました。その後私は高校を卒業して大学生になり、就職活動を経て企業に内定をいただき、春から大阪でバリバリの新社会人として暮らすことが決まりました。それはとても楽しみなんですが、ここで問題になるのはあの時の段ボールの存在です。私が家を出るので私の部屋は整理され、両親が使うことが決まりました。段ボールの中身は家族はおろか、どんなに親しい友人にも絶対に見せることができない秘密です。これらをひっそりと自分で処分するか、また中学時代の思い出としてどうにか見つからないように取っておくのか、またいっそ大阪まで連れて行ってしまうかと今とても悩んでいます。もしあの時に戻れるなら、私は中学生の自分に、誰を好きになってもいいが後々処分に困る恥ずかしい遺産は残すなと伝えたいです。ですね。捨てられへんか、やっぱり捨てられへんから迷ってるということなんよね。いやー、わかるわ。でも俺もあの昔書いた歌の歌詞のあの メモじゃなくて、ちょっと待ってミュージシャンやった時代があるっていうこと。まあどういうこと。ミュージシャンとして生きてたよね、その時。あるわ。歌詞 2,3 曲書いたわ俺。歌詞ってでもお前曲ないと歌詞書かんやん。いや歌詞から書けるやん別に。だから C の状態ということか。まあまあそうやな、うん、で歌にするつもりで書いたっていうことか。そうそうそう19ぐらいの時かな。うん。書いたわ俺。歌にするつもりで。歌になればなぐらいの。別に。まあ試したいもあったよね。書けるんかな俺。もしミュージシャンになりたいってなった時に。うん、うんうん、うん。そうやね。まあ愛子さんなんかはしかも歌詞から曲を仕上げていくみたいな話も聞くしね。一緒やんか。まあ一緒で。全然ちゃうけど俺もこの後曲をつければもう一緒やんか。曲さえ作って売れさえすれば。そうそう、売れさえってそこがって言って、一緒やんか。売れ続けなあかんし。そのほな曲にはしたの。曲にはしてないですよ。あ、でも曲にしやすそうな、歌詞にはしてますよ。その文字数合わせたり、こことここ、はいはい、ここがサビになるやろうなとか、うん、それちょっと最終回で聞きたいけどな。いやもうないんちゃうかな俺。さすがに初すぎて捨てたんちゃうかな。あ、捨てちゃったんか。まあ探してみてもええけど。いや、あったら絶対最終回で聞きたいよ。うん。ちなみに内容はどういう歌やったの。一つ覚えてんのはサイになりたいみたいな。そのサイの皮分厚いぜみたいな、そのこと言うてたと思う。あ、なるほど。ちょっとあのハイローズとかブルーハーツみたいな。あ、なんかでも そんな感じだと思う。あ、結構だから勢いのある感じの。そう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 。あ、なるほどね、うん、そうか。いや、恋愛体質の水田君のことやから、そういう失恋とか恋愛の歌かなと思ってた。恋愛系はその時はまだ書いてなかったんちゃうかな。まだって何なん。後で書いてるやん。書いたん。書いてないけど、それ以来は。サイになりたい、それどういう
どういう、なんかサイが強いものの象徴みたいな感じだったんで、角あるし皮分厚いし、うん、速いし強いしごっついしみたいな、うん、そうなりたいなっていう、あ、サイのような男になりたいという意味合いやったんやな。そうそうそう、なるほど。私はカイになりたいって聞いたことあるけどなりたいやつ初めて聞いたわ俺、うん、まあサイになりたかったねそんな、あ、ちょっと一回探してみてよ、ちょっと見てみますわ、うん、うん、ね、来週もし、いやでも俺さすがにあれ恥ずかしすぎて捨てたんちゃうかな、まあまあまあ、めちゃくちゃ恥ずいやん、だってもうしかも19の頃やからだいぶ前やしね、うん、うん、多分ね当時、芸人になる前素人の時に、うん、なんかこんなネタとかあったらどうかなみたいなのを書いてた時、うんうんうん、むっちゃくちゃひどいネタよ、それは今見たら多分ね。まあそりゃそうよね。とかと同じようなメモ書きを同じポーチに入れてたんちゃうかな。うん、ポーチ？ポーチみたいなものに入れて。女の子なん？何なんポーチって。いや、わからん、親にもらったかなんかわからんけど。あ、筆箱みたいな、そう。ああ、なるほど、なるほど。あ、そういうことね。ファスナー付きの。へぇー。それになんかぎゅうぎゅうにその当時、人に見られたくないようなメモ書きをいっぱい入れてて、うん、その中に、一緒に入れてたはずやねん。な、そのポーチがあるかどうかっていう話か。プラス、そのポーチの中から、その恥ずかしすぎる歌だけ捨ててなかったね、俺が。ああ、本当にやばいやつだけ捨ててるかもしらんもんな。そう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 。どうする？でもこの方すごいよ。ポーチどころじゃないよ。そうやな。ダンボール箱やで。いやまあ、おばあちゃんになった時に、うん、まあ、おもろいと思うねん。自分で見返して。うん。でもずっとその秘密を抱えて生きていく。辛さはあるやんか、うんうん、でも捨てたくないんよな、あ、大事なんやな、その時の自分の思いとかが詰まってるから、わかる、わかるよ。でもさあ、うん、もし万が一、うん、そのなんかな、よう思えへん、エッチなさ DVD とかな、うんうん、例えば自分で借りに行ってさ、うん、でバーって帰ってる時とかに俺思うねんけど、うん、あ、俺もし今なんかの事故で亡くなってしまった場合、事故現場にパーンってこう飛び散ったさ、うん、そのレンタルビデオショップの中のなんかその爆乳なんちゃらみたいなんとかがあった場合、俺最後これかってなるやん。最後はずいね。何があるか分かれへんやん。うん、だこの方も一応大事にしまってて、なんかがあった時に家のまあ遺品や、うん、バーってやってたら、なんかすごいいかつの出てきたぞみたいになることがあるわけやんか。うんうん、それを考えたらもう僕は捨ててしまった方が気持ち的に楽じゃないかと思いますね。僕はだからね、そういう自分も、まあ実行はしてないですけど、そういう例えば見られた恥ずかしいもんとかをもう一個に集めて、うんうん、そこに衣装的なものをもう買い取ってもいいんじゃないかなと自分でも思うことがあるんですよ。その、うん、あの、僕が死んだらこれはもう見ずに処分してくださいっていう、はい、その相手を家族にするか、川西君にするかをすごい迷ってます、僕は。ごめんけど、見るで俺そんな。俺は。いやー、こいつなんやねー。いや、そんな、ふりやん、そんな。俺に向かってさ、頼むから、ケンシロウ、これだけは。俺、これ。誰にもバレずに処分してくれて、俺ふりやと思う。俺、これ何年前から考えてたことやのに。もしなんかそういうのが今後あった場合、うん、それを託すのは家族なのか、ケンシロウなのか、どっちなのか。うん、お前、なんやねー。ふりやんけ、そんな。おさんといて、おさんといて、おせと一緒でさ。俺葬式で、そういう時間設けるで、俺。今から、こんなあったんですけど、皆さんで一緒に見ていきましょうのコーナーするで、俺。めちゃくちゃエグい AV 出てきて、どうすんねん。まず一人で確かめろよ、お前。いやいや、まあまあ、でもな、見るのは見ると思うわ、ごめんけど。あ、そう。見るか。そうやもん。じゃあ、あんまりは任せ。じゃあ、捨てといてくれ、もう。親も見ると思うけどな、俺。親見るかな？見るよ、やっぱり。頼むから見んといてくれ、なんか。見たいやんよ。自分の子供がさ、うん、なんかの事情で自分より先に亡くなってもうたとしてさ、うん、お父さん、お母さん、うん、信じてる。これは本当に見んといて、つって、うん。なんかあったら、うん、見る。まあ受け止める気持ちで見るんちゃう？それは、そう、うん、見るな言うてんのに、見るな言うてるけど、うん、見るでとは言うで、その上に向かってな、ええやろ見るでって、雲がゴロ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 、ああやばいやばい、見んとこ見んとこってなるけど、それはちょっと床に置いて足とかでページめくるかもしれん。最終だから薄めぐらいでは見るんちゃう、本当にあかんなと思った、どういう種類のものか分かったらもう見ひんとかね、なるほどね、うん、みたいな感じだと思いますけど、はい、じゃあもう一ついきましょう、はい、こちら、ラジオネーム足の細いゾウさんです、はい、
私が戻りたいのは中学2年生の頃です。期末テストの時期でした。いつものようにテストを受けてホームルームを終え部活に行こうと思った時、校内放送で職員室に来てくださいと名指しで呼ばれ、掃除の時間に遊んでたのをチクられたのかななど、なぜ呼ばれたかを考えながら職員室に入ったところ、男性の先生にお前おまじないは好きかと突然言われました。一瞬何のことかと思ったのですが、私はあっと声を上げて赤面してしまいました。当時流行っていたテストの、当時流行っていたテストの名前の欄に薄く好きな人の名前を書いて、問題をすべて書き終えたらそれを消しゴムで消し、自分の名前を書くとその人と両思いになれるというおまじないを私はその日に実践していました。ですが書き終えた後に寝てしまい、寝ぼけながらそのまんま提出してしまったのでした。先生に好きな人をこんな形で間接的に教えてしまった恥ずかしさと、その先生は部活の顧問でもあったのでより恥ずかしくて、特に言い訳するわけでもなく、すいませんと自分の名前を書き直し再提出しました。あの時あんなおまじないなんてしてなかったらと思う反面、今大人になりおまじないを信じる心なんてなくなってしまっているので、しくじりはしましたが、あの頃の自分の気持ちも大事だったのかもしれないなと思うことがあります。へえ、それなんて言うたんやろな先生は、うん、好きな男分かって、うん、そこ聞きたいわ。まあ、うん、でもそこはやっぱデリケートなとこやからさ、うん、先生かってあんまり深入りはせんかったん違う、うん、とりあえずでも名前を、書き直してもらわんことにはという。なるほどね。でもそれさ、ただ一人さ女子の答案の中に、うん、多分なんか薄いよ男子の名前が混じってるから多分分かったわけや、その子やつって、うん、当時流行ってたんやったらさ、うん、2人3人ぐらいもしそれがいたら、うん、どう分からんなってたよな。だから、うん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 、例えば、うん、A 君っていうかっこいい男がおって、うん、女子の答案の中に A 君の名前を書いたテストが2枚あったらさ、うん、あれ どっちかどっちみたいになるやん、うん、まあでも女の子の字とかでな、あれやけど。ああそうかそうか。だから両思いとかでな、その相手の男の子も書いて消し忘れてて答案が入れ違っちゃってみたいな。さあ素敵、気持ち悪何今の。いやお前が言い出したやろこの素敵なシチュエーション。いや、じゃあお前のリアクションのこと言ってんね俺。何やねん素敵って言ってみんな見えてないけど、なんか両手上げてなんかほっぺた押さえて気持ちの悪い。素敵なこと言うなお前は、ね、なんか入れ替わってて、うん、うわぁ、ほんでな、足そうとしてる、足そうとしてる、ほんでな言って足そうとしてるやん。ほんでな、何なんかどうなのそんな、そのテストの点がお互いその成績がいつもと全然逆みたいな、ちょっとなんであんたのなんか私がこんな負けてんのよみたいな、普段は言いがみ合ってるけど実はそういうことやって、なんか二人で名前のとこああれえみたいなのなってポリポリポリみたいな。何ちゃんと完結させてよ。なんだその2話ぐらいで終わられてもさ、そんな3話は交互期待、まさか2話がポリポリで終わるなんて何それ、もう3話見ないですよ誰も。ポリポリで終わるやろ2話は。いや知らんけど、1話は十分ええ終わり方したんやから。なるほど。まあでもおまじないなんかあった、そういう恋愛に関する。こんなんで消しゴムになかった、消しゴムの中に名前書くみたいな、うん、でケースまたしまうみたいな。好きな人の、うん、男子はやってなかったと思うけど。へえ、消しゴムに名前書くの。消しゴムケースから出すやん、その消しゴム名前書いて好きな人の、うん、でまたしまって使い切るっていう、ちゃんと。うーん、やば、むちゃくちゃ古い話してんじゃん俺。いや俺、いや多分地域性というかさ、その学校学校なんかな、うん、そういうのって、うん、だからこの学校はそれやけど あなたの学校はそういうことやったみたいな。誰かだからやりだしっぺがおるんやろな。好きな人の、うん、あの名前を夜勤でじゃこてに押すとかがやっぱありましたけどね、うん、愛媛だったから。ジュッあったん、ね、それもそういうそういうメーカーみたいになれ。佐藤君やった佐藤っていうか、じゃこ天の練り物の佐藤みたいになってまえへん。それ、まあ、うまそうやけどな。うまそうやけど、うん、結構歴史古いんかな。でも下の名前やったらたかしとかなるけど、たかし、いいやないか。じゃこ天のたかし。まあでもなんか地域性があるのかな。でもまあでも大体男子はやらないですよね、うん、男子はやれへん、そんなん、うん、
やってんのバレた日にはそらもうあやり玉にあげられるからね、まあ、うわこいつって言ってすぐおちょくられるやん。うんちしてるだけで騒ぐ生き物やのにな。そうだな、むっちゃしょうもないよな。うんちなんかするやろなあ、うん。ほんまくっせーとかがおもろい時期やからどうしてもな。今戻って、もしもあの時戻れるなら戻って言いたいわ、うんちくらいするやろって。いやいやいや、余計いじられんねんそういうやつ。うわなんか大きい声出しちゃったみたいな。お前家でうんちしてる時家まで行って言うたのか、うわーってするやろ。どこ行くね。やられっぷりが良すぎるわそんなやつ。ということで、はい、お時間が来てしまいました。今日でこのもしもあの時に戻れるとしたらは終了となってしまいます。皆さん今までたくさんのお便りありがとうございました。また、来週のコーナーへのお便り募集しております。ということで、はい、以上もしもあの時に戻れるとしたらでした。これくらいのお弁当箱にしめさばしめさばちょっと詰めて右に置いてちょっと見てて、誰か来た、誰かが来たよ、よだれたらしたケンシロ、もうしめさま我慢できない。和牛の面白牧場、 KBS 京都からお送りしています。師匠、思ったより面白くないですよ。あのね、ちょっとね、うん、そうですね、あの面白い面白くないって言ったら面白くない。お聞きいただいたギャグは GAG 少年楽団福井師匠によるものでした。川西健志郎の河内弁、河内のおっさんの歌。このコーナーでは川西くんに河内弁で言ってもらいたいことを募集し実際に言ってもらいますということで、はい、今回もたくさん来ております。ありがとうございます。じゃあ最初はこれいきましょうかね。森山塾さんからいただきました。はい、有名なセリフですね、あの映画の、村井さん聞こえるか、うん、仲間が撃たれた、うん、どうして現場に血が流れるんだ、うん、なるほど、踊る大捜査線の、はい、あの青島警部がね、なるほど、言ってたやつですよ。分かりました。はい、うん、自治会長さん聞いてるか、青年団がハッピー盗まれた。なんで神社に泥棒が入ってんねん。なんで神社に来て泥棒入りそうやけど神社。あー一発目にめっちゃええの来た、しまった、これ後やったかな、めっちゃええわ。そんなに手応えないで別に。いつもと一緒のことやってるだけやから。これはいや、こんだけ変えてくれたらね、うん、出しがいがあるよこっちも。あそう、うん、まあ確かにも変えなんかあるんやろな、ここまで変えてとかあるかもしれない、ここまで変えてくれると思ってなかったから、うん、あそう、うわ、じゃあ逆にこれどうなんやろ、これね、うん、ドラえもんの中でよくあるフレーズなんですけども、うん、ラジオネーム七瀬さんからで、うん、スネ夫がのび太によく言うフレーズ、うん、僕ちゃんのおもちゃは全部オフランス製なんだ、だからのび太には貸せないよ。スネ夫のセリフ、はい、こんなんあったっけ。あでも、ちょいちょいイメージありますよ、ね、そういう、はい、確か貸せないみたいなのは言ってます、ね、でちょっと闇っぽい感じがね。なるほど、わかりました。お願いします。3、2、1。わしの家族はみんな酒飲みや、てやからあんたんとこのあんたんとこの家族のあんたんとこで取れた、顔膜かや、やばいやばい、あーでやばい、顔膜かや。酒飲みにしたからじゃない。あー酒飲みに酒焼けしたみたいな声になってるけど、あーでんかった、ごめん。でんな、あーいやこれどうやろ、うん、これはこれこそ俺は変わらんかもしれんとも思ってるわ。ううでも一か八か出すわ。うん、ラジオネームみどりんごさんからね、はい、ギンガムチェック。なるほど、はい、3、2、1。細かい柄。もうディレクターさんがもうちょっと求めるようになってきてる。ちょっと待ったな今、うん、待たれたな。
まだあるでしょって追い込んでくるやん、ブースの外からあ、これはラジオネーム、ラジオネームはあれ、これはどなたですか。あ、ハンナ道路の真ん中さんですね。うん、アナ雪の雪だるま作ろうという曲です、うん、まあちょっと僕メロディー分かんないですけど、エルサ雪だるま作ろう、ドアを開けて一緒に遊ぼう、どうして出てこないの、前は仲良くしてたのになぜ会えないの、雪だるま作ろう、大きな雪だるま、うん、もし歌知ってるやったら歌のメロディー載せてもらっていいですか。これ歌知らんな、ごめんなさい、ちょっと朗読になってしまいます。雪だるまちょっと面白いかな。3、2、1、うん、神さん、しめ縄作ろう。ああ、うん、夫婦でやることか。勝手口開けて、うん、一緒に遊ぼう。なんでそんなお前台所から出てけへんねん。前もっとお前二人でなあ いろいろしたのに、それなんでそんな会われへんの。締め縄作ろう。でっかい締め縄。でっかい締め縄は絶対に夫婦で作らんやろ。神社やるやつ。かなあ。いいですね。雪だるまが締め縄になりましたか。でっかい締め縄。いいですね。じゃあラジオネーム薬師如来さんのやつ、うん、今からそいつを、これからそいつを殴りに行こうか、やー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 、なるほど、もう名曲ですね、名曲だ、チャゲアスさんのね、なるほど、わかりました。ラジオネーム言ったっけ、これラジオネーム薬師如来さん、あ、薬師如来さん、はい、3、2、1、ほいたらそいつを、これからそいつをどこに回しに行こうか。河内のおっさんの歌。いやいやいやの。いやいやいやはもうそのままやから。え？カットしてくれはったんや。なんで？ここがメインやん。そりゃそりゃそりゃとか。いやもうもうもう。ここメインやんか。だから俺ここ楽しみに渡したのに。川西にはもう帰る能力がないと見切られたんや。じゃあ正直川西くんの中ではここどうしようと思ってたんですか、うん、いや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 やろ、どうなると思ってた。俺はそりゃそりゃそりゃなると思って、それしかないよな。かせいやせいやと思う。そりゃかこりゃかで迷ったぐらいの話や。そうかこうなだけ。ひどかったな。じゃあ次、これがちょっと長いですね、はい、難しいかもしれないですよ。何ですか。旅子師匠さんからですね、はい、あなたはここにいる神父を辞めるときも健やかなるときも止めるときも、うん、あれそれなかった、貧しきも、え、まだ あったんちゃう。俺なんか言うた記憶あるで、これこんな長いのやった。あ、だから被ってるんやろ。あ、こんな長くなかったけど、そうやろ、あの神父さんのやつはあったんちゃう。まあでもやりましょうか、ごめんなさい、途中で切んのもあれですもんね。そうやな、だいぶ長いね、今回は。だから辞める時も健やかな時も止める時も貧しき時も良い時も悪い時も愛し合い敬い慈しみ慰め助けて変わることなく愛することを誓います。長いし意味も、慈しみってなんなん。慈しんだことないから。全部勝ち目で頼むから。わかりました。3、2、1、我はここにいてる姉ちゃんを、しんどい時も元気な時もパチンコ買ってる時も負け、スロット負けてる時もええ時もあかん時もチュッチュクして、ええ子して、どれがそれ、慈しんで助け合うて変わることなくチュッチュクすること、チュッチュクするな、ええー、な、そんで。いいですね、ええー、な、そんで。男らしいな。町の大将やな、まあ、お前らもうええな、そんで。あ、もうそんでええな、喧嘩とかの仲裁にも入ってもそれ言うんやろな、うん、もうそう口癖やな、うん、終わりですか。終わりです。はい、終わりました。勝手に終わらんとってな。
こんな気にしましょうみたいな言ってくれて、はい、ということで、このコーナーでは僕川西に河内弁で言うてほしいことを募集しております。来週もこのコーナーをやらせていただきますんで、ラスト1回楽しみにしててください。以上河内弁のコーナーでした。ミートソースぽいポートソースミーキングカズぽいポングカズミーキーやキーキーポンズカポングカズ師匠も間違ってますやん。えポングカズキーキーやあーキングカズのキーがそうか頭文字和牛の面白牧場 KBS 京都からお送りしています。お聞きいただいたギャグはクロスバー直撃渡辺師匠によるものでした。教えてリスナーギャグ師匠。さあやってきました、リスナーさんにギャグの師匠になっていただき和牛にギャグを伝授してもらおうというコーナーですね、はい、もう定番になってきましたね。いやすごいですね皆さんね、毎週いろんな方が出ていただいております。今回も、お電話つながってるんですけど、こちらペンネームチーウさんという方ですかね。はい、はい、ネタの前なんかにやっていただけたらっていうふうなことで考えてくださってるみたいです、はい、お呼びしてみましょう。もしもしチーウ師匠こんばんは。こんばんは。あ、どうもどうも。はい。毎週聞いてくださってるんですか？はい、聞いてます。あ、すごいなんか元気な方ですね。はい、ありがとうございます。緊張してますね、でもやっぱり。緊張してる？はい、今、いきなり来たんで、すごいびっくりしてます。ね。あ、びっくりしてた。うん。はい。でも、今、おいくつでいらっしゃいますか？ 16 です。16歳で。な、あの、はい、高校生かな。はい。なんか体育会系の部活みたいなの入ってるの？いや、ダンス部です。あ、ダンス部ね。なんかすごいスポーツやってそうな感じする声が。陸上部やってました、中学生の時に。あ、そうなんや。なんか今、はい、走ってました？なんか息が切れてるような感じしました。いや、ちょっと今びっくりしてて。それハーハー言うてんの今、お風呂洗ってて。お風呂洗ってた。ごめん。偉いね。お風呂洗ってたんや。はい。ほんなら急にかかってきたビクシャ。はい。あ、そう、いつもお風呂洗うの手伝ってあげんの。はい。家のことやってあげんねや。はい。あ、いいね。いいですね。お母さん感謝してるん違うん？はい、知ってくれてます。なあ、そうか。陸上では何をやってたの？100メートルやってました。ああ、早っ。ちな、早ってなんやねん。やっちゃえや、絶対に。タイム聞くんは今からやろ。え、何秒やったん？あんま早くないです。そう。14秒。うん。半八、はい。早い早い早い。女子で。女の子で100メーター、それ。今、俺ら走って14秒いかんやろ、多分。いかんちゃう、やっぱ。後半の30メーターぐらい、もう、すごい遅いと思うわ。なあ。うん、僕らみたいなもん。でも、ギャグ考えてくれてんねや。はい。ありがとうございます。これは、普段から結構、なんか学校でそんなやるタイプなんですか？いや、そんなでもないんですけど、うん、前、卒業式の朝の日に、うん、和牛のこの、面白牧場を聞きながら歩いてたら、うん、ふって浮かんで、うん。それでちょっと考えてみたら、うん、できました。あら、すごいな。じゃあ今日はちょっと僕らにそれ伝授していただいていいですか？はいはい。でこれ書いてくださってるのは個人用と二人用も考えてくださってるんですかね？はい。じゃあまずどれからちょっと伝授していただきましょう？じゃあ水田さんのやつから。はい、うん、水田くんのやつ、うん、はい、ラップ調のギャグなんですけど、はいはいはい、ラップ調じゃあやりますね。はい、お願いします。ちょっと待ってください。大丈夫よ。こっちで緊張してきた。ネタ飛ぶっていうのはね、僕らプロでもねありますからね、よくね。はい、うん、大丈夫、一人やからね、大変ね、まあ、コンビでね、二、はい、人おったらね、どっちが飛んだ時にどっちかこう助け合うとかもできるんやけども、それは大変ね。ちょっと待ってくださいね。うん、いいよ。うん、全然わかんない。僕のんから行く？ちょっと今メモがないんですけど。で、お風呂場な、お風呂場で流しちゃったんちゃう？携帯にメモしてて。うん。ほんで携帯で喋ってるから。はい。こっちで読む？じゃあ。ちょっと、はい。じゃあ、ちょっと、頑張って思い出します。いける？僕ら今一応手元にね、チーウさんが送ってくれたやつ持ってるから、あ、はい、歌詞最初の方ちょっと言ってみようか。GGG っていうやつですよね、うん、
G、リリリリリリっていうやつ。あ、じゃあちょっと一回読んでもらってもいいですか。じゃあ水田くんのやつだから僕が読みますね、川西が、はい。ここに書いていただいてるのは、リリリリ、もう朝やで、俺を信じ、俺は信じ、塩加減大事。はい、じゃあやります。はい。なんか俺が伝授したみたいになってるけど。はい、思い出しました。いきます。はい、お願いします。じいじいじい、もう汗やで、俺を信じ、俺は信じ、塩加減大事。わー、ええやんか。はい、明るいし、なんかこうね、楽しい感じの、こう言いやすい感じやね。はい、ラップです。ラップや、ほんまや。恥ずかしいな。ちゃんと韻踏んでる。やっぱ気持ちいいね、ちゃんと韻踏んでくれてるから。そうやな。ほな、これやるにあたってなんかコツとか動きとかありますか？体でリズム取って、もうラップなんで、もうノリノリでやってもらいたいです。あ、なんかよくだからラッパーの人がやるような動きやりながらということやね。はい、ちょっと待ってよ。なるほど、ラッパーっぽくなるわな。じゃあもうあの完全に、ラッパーっぽくキャップとかも欲しいけどな。やりますから、治癒師匠聞いててくださいね。ほんまに今、はい、みんなに映像をお届けしたいわ。後でブログ載せますから、また見といてください。はい、じゃあ、水田くんお願いします。リンリンリン、もう朝やで、俺は信じ、俺は信じ、視力加減大事。ありがとうございます。なんて爽やかやわ。チーウ師匠はもう爽やかやな。なんかもう試合終わった後のなんかありがとうございますの感じやもんね。すごい、もう元気が出ます。よかった。はい。だからあのダンスやってらっしゃるか、やっぱこういう感じのテイストのねギャグなったんかな。はい。うん、じゃあ次僕のやつもいいですか。はい。うん。いきます。はい。川西、川地、俺は川西、皆さんお疲れんこんチープス。なるほど、やっぱこれもラップちゃうやね。はい。川西、川地、俺は川西で、僕が大好きなお疲れんこんチップスが入ってますね。はい、はい、これなんか動きあるんすか？それもなんかノリノリでやってください。これもなんかラップ調の感じやね。はい、なるほど。なんかレンコンチップスのとことかなんか動きとかあるんすか？ないです。そうか、だからラップの感じやから。はい、ないよね。だからまあ、はい、そこはイメージやね。川西くんが自分のイメージで。わかりました。ラッパーがこれを歌ったらどういう最後ポーズになるかっていうのをやってもらいましょう。よし、あのレンコンチップスが大好きな思いを込めてやってもらいたいです。なるほど、わかりました。じゃあ僕もラッパーっぽくやらせていただきます。あ、まあええな、それは。自由賞聞いててください。お願いします。はい、はい、川西、川地、俺は川西、おつかれんこんチープス。ありがとうございます。どうでした？はい、よかったですか？はい、よかったです。あ、よかったです。じゃあ僕もなんかでも師匠ね、はい、今のは川西水田個人用じゃないですか。はい、二人用のやつも考えてくれてるんですね。はい、これもじゃあ一応ちょっと教えていただいてもいいですか？はい、覚えてます。じゃあやります。はい、じゃあお願いします。朝は牛乳、朝から和牛、俺、漫才ギューッと俺たち和牛。いいな、なんか最後朝は牛乳、朝から和牛、朝から和牛、漫才はギューッと俺たち和牛です、うん。なるほど。朝から和牛、漫才は牛と俺たち和牛。はい。これなんか師匠も同じような感じでラップ調でいいんですかね、二人で。はい。どっちがどこを言うとかじゃなくて、はい、全部二人でいいですか？あ、そこ二人で、あの、一回目水田さんがラップやって、はい、次に川西さんがラップやって、はい、最後に二人で、あの、その、漫才は朝から和牛、朝は牛乳っていうところに続く感じです。ああ、そういうことか。なるほどね。さっきのやつが続いて。はい。なるほど。そろそろ。で、二人のパートに続くと。あ、なるほど。完成形がそれなんや。はい。連続してやってもらいたいです。そういうことですね。はい。じゃあもう、今からもう一回、水田くんのパート、僕のパート、で、今、師匠が教えてくれた二人のパートがあって。はい。まあ、これもう一言あるんですか？あ、それで、最後に、川西さんが、うん。はい。
ラップは萌えわって言ってください。ラップは萌えわで締める。はい、はい、なるほど。じゃあこれ一連でちょっとやってみましょうか。なるほど、はい、お願いします。この二人で言うとこははい、もう二人で全部二人で言うということですね。朝から牛乳、朝和牛に朝から和牛、はい、ということですね。じゃあ師匠聞いててくださいね。はい、お願いします。リーリーリー、もう朝やで、俺を信じ、俺は信じ、白加減大事。川西、川地、俺は川西、お疲れんこんチープス。朝は牛乳、朝から和牛、漫才は牛、俺たちは牛。ラップは萌えわ。ああ、めっちゃいいです。ありがとうございます。めっちゃ喜んでくれた。これみんな喜んでくれる。ありがとう。やってよかったわ。はい、素敵なん考えてくれてありがとう、ちゆっしょ。はい、はい、はい、じゃあこの後綺麗にしたお風呂入って温まって寝てください。はい、はい、ラジオは最後まで聞いてね。はい、はい、ということでちゆっしょありがとうございました。ありがとうございます、大好きです、頑張ってください。ありがとう、爽やか、最後までありがとう。ずったずつたずったみつた、どうも水田です。ああ、皆さんちょうどいい拍手ですね。ちょうどええやん、ちょうどええ、ちょうどええの、いい塩梅。いや、まあ僕もともと料理人やったんでね、塩梅ってのは料理用語なんですよ。あの梅を作る時の塩加減ね、ちょうどよかった時にいい塩梅っていうね。和牛の面白牧場、 KBS 京都からお送りしています。ええなええなあ、いや、よかった。めっちゃええな。長いけどな。ちょっと長い。いや、雑学入れてからやろ。コンパクトにまとめてもらえる。お聞きいただきましたギャグは、ぐいぐい大脇師匠によるものでした。さあ、それではここからメッセージを紹介していきましょう。はい、まずはこの方、ラジオネーム、さくらさんですね。川西さん、水田さん、こんばんは。まま、以前、あの頃に戻れる7のコーナーで、職場のクライアントの方にお世話になっているという名目でバレンタインチョコを渡したことを投稿したものです。はいはいはい。ありましたね。ありましたね。まあ、この方が、だからその人のこと好きで、どれぐらいのメッセージを添えて、渡すのが重くなくちょうどいいかみたいな相談に、ちょっと乗ったんですかね。乗った。はい。で、この前ですね、ホワイトデーでお返しもらいました。ほう。私はシフト制なんで、13日の日曜日、仕事だったんですが、彼は休日出勤をしてきており、仕事場のフロアが違うにもかかわらず、わざわざ持ってきてくれました。日曜は仕事が比較的落ち着いてるため、仕事以外の話もたくさんできました。さすがに職場で周りの目もあるため飲みには誘えなかったんですが、月末に懇親会があるんで、そこで連絡先を聞いて次に進めるように頑張ろうと思います。お二人の意見聞けて嬉しかったです。ありがとうございました。よかったですね。なんとなくこう、ちょっとずつですけど、前に進んでる感じですね。脈あるんじゃないですか？もしかしたらね。だって、本命のチョコ渡した時に、うん、多分あ向こうはなんとなくわかるやん。あ、うん、これただの義理じゃないなというのは、うん、雰囲気の人で出てくるから、うん、それでわざわざその場所まで返しに来てくれるっていうのは、うん、答える気がちょっとあるのかもしれないね。もしかするとね。はい、うん、頑張ってください。頑張っていただきね。はい、ということで、もしだからこの1週間も最終回までに間に合うようであればね、懇親会いつか分かりませんけど、また報告ください。はい。じゃあ続いてこの方行きましょう。ラジオネーム、ハムちゃんさん。皆さんこんばんは。私は将来保育士になるために保育科の大学に通ってます。はい。その授業の一環で3月の初めから2週間、保育園実習に行きました。うんうんうん、0歳から5歳。の、子供さんの各クラス2日ずつ配属させていただき、たくさん子供と関わり、とても充実した2週間になりました、うん、その中で印象に残ってるのが、5歳児クラスに入った時にある男の子が、先生のおっぱい柔らかいねとおっぱいを触ってきたことです、うん、おんぶをしてあげた時も手を伸ばしておっぱいを触ってきました、うん、とっても可愛かったです。川西さんも子供の頃このような経験を積んでから今に至るんですか？また水田さんは子供の頃どのような子でしたか、うん、っていうことですね。なるほどね、うん、まあ修行みたいに言ってるけどそういう経験を積んでなったわけではないですけどね。そうですよね。大人になるにつれてだんだん大きい方がいいなってなってきまったわけですもんね。
まあでもそうなんか、まあでもそうやな。だからこの5歳の子がねおっぱい好きっていうのは、うん、だからほんまにまだおっぱいに対するその未練があるんやろね。乳離れしたとはいえあるでしょうね。やっぱり母性を求めるんやろね、そこにね。僕も保育園の時やっぱ先生のおっぱい触りたかったもん。そうやんな、うん、だいたいおっぱい好きやもん、ちっちゃい子は。でももう5歳ぐらいだったら触ったらあかんのやろなって、他人の女の人のおっぱいを、うん、っていうのも分かってきだすから、うん、なんかこう体のいろんなところにこう頭突きするふりしておっぱいにも頭突きして、うん、頭で感じてましたけどね、柔らかさを僕は、うんうん、触ってることに線と触るみたいな、ね、そうそうそう、うん、確かにね、うん、まあそれはもう本能だから、僕も思うけども、30超えてねおっぱい好きやなんていう風に言われますけど、はい、これもだからもうしょうがないよね。そのもう根本がそこやん、人間はおっぱい飲んで育ってきて、うんうんうん、女の人は徐々にその自分が子供を育てる側になる、うん、なんていうの、そのお乳をあげる側になっていく、自分の乳も膨らんでいくから、うん、その乳離れも完璧にはするけど、うん、こっちはやっぱ自分がそうじゃないから離れきれない離れきれてないだけだから乳離れできてないだけで、で俺は乳離れせえへんっていうだけの決めた、別に就職先みたいに決めたわけちゃうけど、4月から KBS のラジオ出してもらったな、両方の壺からボインっていう番組出てあるから KBS さん夕方でお前深夜やないか、そんな。いやだからうんね、そういうことなんやろなと僕も最近なって思いますね。確かにね、可愛いよね。可愛いですね、子供さんは。はい、まあでも大変なことも多いでしょうけど頑張っていただけたらと。ケンシロウ、川西、和牛の川西おっぱいについて真面目に語るみたいな、その、うん、LINE ニュースとかで上がってこないですかね、ヤフーとかで。いやー俺がなんぼ有名でも上がらないやろな知名度の問題じゃなく内容の問題やと思いますけど。じゃあ続いてはこの方いきましょう、ラジオネームテルリアさん、お二人こんばんは。突然なんですがお二人は虫って苦手ですか？私のバイト先では女性陣より男性陣の方が虫に弱く、奥の方で男の先輩のギャーという声がしてベテランの主婦の方が退治をしに行ってくれることが多々あります。私自身一人暮らしをしていて虫が出た時パニックになるので、結婚するのは虫を退治できる男性がいいなと思います。お二人はどうですか？僕はまあもう田舎育ちなんでね、うん、もう余裕で倒しますけども。あ、そうなん。はい、人一倍ビクッとはなりますけど、うん、ビクッてなった分、うん、こいつなんとかしなければって気持ちも強いから確実に退治はしますよ。あ、ゴキブリとか。でもその抵抗はあるでしょ、やっぱり、うん、触ることであったりとか。あ、めっちゃある。あ、それはそうやな。だいかに触らずして倒すかよね。だって俺の実家なんて足長いクモおるやん、でっかいやつ、手のひらぐらいの足だかグモかな、うん、かな、あんなんが普通に出てたんやから。うん、あれ都会の女子が見たら気絶すると思うな。あれ気絶もんやろな。むちゃくちゃ怖いで。あれ怖いしむっちゃ早いからな。むっちゃ早い、特に何もしてこへんねんけど。せえへんせえへん。でももう見た目がむちゃくちゃ怖い。むしろあれよね、他の虫をやっつけてくれたりするのよ、捕食してくれる。ゴキブリとかね、うん、あんまちゃんと言わんとってくれるさっきから言うてもその時間とかもあるやんか、はあ、な、うん、メスカブトみたいな、ね、みたいな、まあまあまあ、スレンダーなメスカブトみたいな、まあ、そうですよね、うん、とかをやっつけてくれたりとか、ね、僕、うん、僕の実家も結構普通にそのさっき言ってた足高とか、はあ、ムカデとかも出てきたこと。ああ、ムカデも出たね、うちも。自然がいっぱいなとこやから、うん、それでもやっぱり嫌やけどな。でもあなたも虫好きじゃないですか。虫？うん、あ、まあ、うん、基本は別に何全部無理ってわけじゃないな、うん、なんか虫ロケの合間とかでも虫とか見つけたらちょっと捕まえに行ったりする、うんうん、ちょっと、うん、ザリガニとか好きやから、ね、何やこの話、うん、捕まえに行ったりするんだけど、うんうんうん、そんなんは大丈夫やね。ただ、うん、あいつとかな、スリムなメスカブトとか、うん、やっぱピンポイント的に嫌なのはおるよな。うん、うん、あれなんでなんやろな、なんで同じ昆虫とか虫で、うん、あんなにも、うん、おーってテンション上がるやつと、なーねんってお前な、ま、大して変わらんのにな。いや一緒やねん、あんなもんほんま見た目で判断してるやん、うん、イメージとなあ、
そうやな、恐ろしいな、恐ろしい。あの向かってくるよな、飛ぶときさ、うん、あれすごいよな。俺顔に向かって飛んでこられたときさ、いまだに覚えてるけど、やっぱあのスローモーションになったんやんか、うん、こいつさ景色がスローモーションになるってさ、うん、もう走馬灯の原理と一緒で、うん、かなりの身の危険を感じたってことやん、自分が、うん、集中力がぐっと上がるね。そう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 、それぐらいだから嫌がってんねや俺って、あいつのこと、そうやな、うん、って思ったな。いやまあまあ時期的にはね、あのぼちぼちそのあったかくなったりすると増えてきますけど、和牛は2人ともあの倒せますから、はい、女性の皆さん、まあ、一応ということですね、はい、また後ほどお時間があればメッセージ紹介させていただきます。仲良し仲良しお友達のフライパン和牛の面白牧場、KBS 京都からお送りしています。お聞きいただいたギャグは天子インター渚師匠によるものでした。水田真嗣の歌声、このコーナーではお題のワンフレーズ替え歌で募集し、歌がうまい水田君に歌ってもらおうと思います。今日のお題曲はこちら、ということでこちらレミオロメンさんの粉雪ですね。季節ですね。そうでもないけども冬だから、うーん、まあそうですね、まあ、そうやね、3月9日の時の方が俺はこれを言うべきやったかもしれない。そうでしたね。うーん、ということでちょっと今までに比べて長いんですけどね。そうなんですよ。どうですか、届いてますか。いや結構届いてますよ。お、ありがとうございます、はい、じゃあ早速いきましょうか。はい、クーミンさんから、はい、あるあるですね、これはみんなが分かると思います。じゃあいきましょうか、うん、はい、お願いします。声汚いな。ちょっと内容のこと言うてや。そのびっくりしてはると思うで、リスナーさんが今なんかうちのラジオ急に音割れ出したって。いやお前の声が割れてるんやけどさ。びっくりしたわ。とんがりコーンね、指にはめて、あれなんでやってまうんかな。とんがりコーンはあれ計算してたんやとしたら俺すごいことやと思うわ。あ、そうか、うん、すごいな、それ天才やな、作った人じゃん。指にはまるサイズにしたっていうね、うん、もうちょっとちこかった入らへんやんか。そうやな、うん、でもあれついついやるたら、なんかやってから食べな、気持ち悪いみたいな、うん、あるもんね。あるある、うん、なるほど、うん、あります。懐かしいな、食べたくなるね。よし、じゃあ行きましょうか。喉頼むよ。ちょっとまあ喉のことはね、もうあのすみません。足の細い操作、はい、うん、ああこういう人いなじゃあ。ものまねしてなんて言ってないのに急に知らすやつきつい。まあお調子者とかでたまにな、うん、いやいらんいらんいらんみたいなことか、はい、この方からしたらね。またそれ似てりゃいいんですけどね、だいたい勝手にやり出す場合っていうのはようそのクオリティで勝手にやったなということが多いんでしょうね。その子供の時はねこういうクラスも楽しいですけど、もうちょっと大人になってバイト先でこういう人とかおったらちょっときついよね。きついな、うん、あと逆にきついのがあのモノマネ、ちょっとだけモノマネやったらさ、うん、別に自分でそんなに似てなかったな今のとか手応えないのにさ、やったらウケるやつがおってさもっぺんやってくれもっぺんやってくれみたいなさ、もう勘弁してくれよ、来たか、来てくれ、ちょ今だちゃうちゃう、もういいねいいね、そんな川西がすごい、俺はそこまで今のもう広げたくないねんっていう場合もあるよね。そいつの耳と合わさって似てたよね、だからなんかな、かうーん、そうやね、そういう場合もあります、うん、はい、じゃあ次、あ、これケンシロックのやつですね。あ、そう、はい、このやつ、いや薬師如来さんか、ありがとう、はい、じゃあ、うん、お願いします。虚乳を見つけて追い
かけ森へ迷い込む剣士郎。よくあるやつね。あるか、ロケの最中とかによく追いかけて森へ迷い込んで、なんで俺森入っていってロケが押したりしますけどもこれが森へ迷い込んでいくってことで、巨乳がまず森に先入っていってるからな、なんやその巨乳森に住んでる、ね、森にこう逃げて、まあ森に逃げ込むんでしょ、だから追いかけられるかいや追いかけ回しとんかよ俺いやまあまあまあついつい見てしまうっていうのはありますけどね、男の佐賀でね、街中でね、わざわざちょっとだけ前に回り込んで見るとかもあります。いやないわそれは、ないわ。おいあるってお前回り込んで、いや、顔はあるよ、顔か、顔とか、いや、おっぱいを見るために。いやいや、お前マジかお前。いや、おっぱいを見るためにじゃないよ、俺は今顔の話で言った。だっておっぱい見るためやったら真横でわかるもん、前に回り込まんでも真横でいけるからおっぱいは。あ、そう、うん、ほんま。じゃあ次行きましょうか、うん、これねあるあるなんですけども、はい、初めて聞いたあるあるやけど、うん、俺はねむっちゃ分かった俺は、うん、レイナさんから、はい、行きましょう。虚しいだけ、勝手運を両手で開けたらめちゃ気持ちいい。声がうるせえな今日は。あー、カーテンね、これめっちゃわかるわ俺。やったことはないけど、でもそうやろな。やったことないってどうやってんの、カーテン開けるの。カーテン片側しか俺開けへんねん、もう。え、なんでこう開けるってことでしょ。どうやって、そうそう、うん、カーテンが1枚しかないってこと。カーテン2枚あるけど、もう片方はもうほぼ開けない、もう片側しか開けない。なんで。別にそんなに光を取り込みたい時ないから。いやいや、昼間とかさ電気つけずに、これは外明るいし、うん、せっかくやから自然光だけで行こうっていう時ない。うんうんうん、ない、絶対電気つけるから、うん、ごめんなでもあのやったら気持ちいいんやろなとか分かる。カーテンの CM とか家の CM なんかでね、うん、よくあったりしますよね。ねえ、俺めっちゃ分からないな。 OK、 じゃあ続いては、うん、これ、うん、なんでこれを送ってきたのか、うん、多分その今家族か誰かに言いたいんでしょうね、その、うんうん、家族に言いたい、多分たぬき鍋さんからです。はい、お願いします。のぶゆきね、あんた風呂入り湯が冷めてまう。ね、あんた風呂入る、この方信之っていうのはこの方のこと。いや分からないです、それは全然。お名前、お名前は、あ、女性の方ですね。だから言うてるんでしょ、信之弟なのか、20代の方ですか、にメッセージをこの KBS ラジオを通して言ってるということ、はい、だからあんたちょっとラジオつけっつって言うてくれるかもしれんか。遠回しに言うね、うん、お風呂入り、でも先入らせてあげるっていう優しさがあるんかな。ねえ、うん、じゃあ続いて最後いきましょうか。最後、これはね、うん、僕は、うん、その通りと思いますね、うん、じゃあいきましょう。省エネ怪人さんです。虚しいだけ、太もも細かった、の背中を押してくれる歌詞でしたね。そう、僕がよくね、太ももムッチムチやないかとか言われますけど、うん、太いから太ももって言うんですよ、もともとね。うん、そう、確かに膨らんでるからふくらはぎですよ。ああそう、うん、ありがとう、省エネ怪人さん、うん、お互いね、太ももで、太い太ももで頑張っていきましょう。この方太いとか書いてないでしょ、今回は以上ですね。はい、ということで来週の曲も決まってるんですかね、はい、来週のお題曲はこちらです。
リスタルキングさんですね。これは俺絶対に来週はもう喉万全で挑まなあかんわ。まあ1オクターブ下げて歌っていただきたいですけどね、無理をするぐらいやったら。まあ、うん、いやでもそれはやっぱ万全の状態で元気でいきたいですよ。なるほど、喉を整えてきてくれるということですね。はい、じゃあミスタ君の歌声にも期待しておいてください。皆さんこちらの替え歌の歌詞を、来週までに送ってください。以上、水田真嗣の歌声でした。和牛牛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 、今日もネタ牛牛詰めです。どうも和牛です。ちょっと笑い声聞こえてきましたね。和牛の面白牧場、 KBS 京都からお送りしています。お聞きいただきましたギャグは女と男の市川師匠によるものでした。この間の飲み屋でな、カウンターでなんや、長髪のな、あのギター持ったやつ飲んどったんやな。で、お前、ピーナッツばっかり食ってな、お前酒しれっと飲んどるから、お前、俺言ったったんや、お前。ピーナッツやって食わんと、お前、カシューナッツ食え、言うて。教えて、ギャグ師匠！ああ、なるほど、カシューか。気づいた瞬間の吐息がリアルやったな今の臨場感あったね。ということでこのコーナーでは、ギャグができる芸人さんに師匠になっていただきギャグを伝授してもらいます。はい、番組のオープニングでも募集しましたが、現在最優秀ギャグ師匠の投票受付中ですので、投票をお待ちしてますし、今日の分も含まれます。ということで、お電話つながっております。お呼びしましょう。もしもし師匠こんばんは、自己紹介お願いします。あ、どうも、ミルクボーイ、うつみです。はぁ、うつみ師匠。よろしくお願いします。いや、ちょっと師匠を呼ぶのが遅いんじゃないですか。もう来週で終わりでしょ。あ、どこからかその情報を得ましたか。はい。そうですか。今日のまで投票されるんですか、本当に。今日の分も入りますんで、うつみ師匠。本当ですか。何やったらこの。投票始まってるみたいな。はい。もう最終の最終に出ていただいてる形なんで。大取りですよ。そうなんですか。満を持してというふうに捉えていただけたら。ありがとうございます。ね、やっぱりあの、ミルクボーイ、内海師匠、普段あの、漫才をされてるじゃないですか、コンビで。はい。で、あの、入り口でね、絶対なんかもらうんですよね。うんうんうん。もうあれはもうギャグですもんね。あれギャグっすね。あ、そうですね。で、漫才の最初にね、もらうんですけども。どんな感じでもらうんでしたっけ、いつも。どうも、ありがとうございます。ね、今、立派な鮭をいただきましたけどもね。ありがとうございます。ね、駒場くんがこうお客さんがなんか受け取るジェスチャーをして横で四つ一緒に言うんですよね。そうです。あれいいですよね。最近は立派な鮭をいただくことが多いんですか。そうですね。もうほんまいろいろもらうんですけども。で一番最近で言ったら何もらいました。小さいお地蔵さんですね。あかんやろ持ってきた。結構何種類もあるんですか、あれいただけるものって。はい、もうやる前に、はい。まあ、もらえるんで、まあ。まあまあ、そっか。向こうしないです。同じのが来るときはないですか？受けたら同じの来るときあります。なるほど。なるほど。一番、いや、俺気に入ってねんけど、周りの反応あんまりやったなっていうもらったもの何やったんですか？ゾウさんの頭の毛ですね。あ、笑わなさそう。気に入ってはいるんですよね。そうなんですよね、はい。内海師匠的には。なるほど。これ、始まりは、どっちが言い出したんですか、これやろうって。これはね、なんか、ま、キャー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 ありがとうございますみたいな始まりやったんですよ。はいはいはい、はい。人気が、人気ないのに、人気あるみたいな。なるほど、なるほど。はい。はい。それからの、あれですね。派生で、ああ、そういうことか。一番最初にもらったもの何なんですか？一番最初はね、なでしこジャパンがワールドカップ優勝した時やったんで、はあはあ、澤さんのユニフォームですね。なんでそれを漫才師にあげんの最初に。はい、ちょっと最初はなんか、あんまふわふわしてたんですけども。澤さん、まあ、時期も時期やった、はい、盛り上がってたということですね、盛り上がってましたんで、はい。面白いですね。いや、いいですね。今でも面白いけど。もっと聞きたいんですけど、ちょっと今日はね、僕らにちょっとギャグを伝授してもらおうということで。ギャグですよね、はい、はい、はい。お願いしてたと思うんですけど、あ、すいません、ありがとうございます。はい、じゃあ、どういったギャグ考えてくださいました？お二人で、言っていただくギャグなんですけども。なるほど。コンビ用で。和牛さんといえばやっぱ、もう二人の仲がすごくいいと思うので、はい、やっぱちょっとお互いの気持ちを言い合うようなギャグというか。はあ、なるほど。はい。じゃあ、どんな感じなのかっていうのをちょっと説明しながらでもいいんで、やっていただいてもよろしいですか？
はい、あ、じゃあ一回やらせてもらっていいですか。はい、じゃあお願いします、はい、いきます。はい、水田のことが好き好き好きん、ケンシロウのことがラブラブラーブン、そんな二人はワギュワギュワーギュン。これです。最後プーは最後のえ、これはね、あのちょっと説明させていただきますと、そうですね、はい、まず水田のことが好き好き好きんと川西さんが言っていただきまして、はい、水田さんのおでこをツンとしてもらいます。あ、それ指か何かで。そうですそうです、はい、はい、ツンと好き好き好きん、はい、はい、次水田さんが、ケンシロウのことがラブラブラーブン。でほっぺたをツンとしてもらいます。ほっぺたをツンですか。はい、はい、で お二人で、うん、そんな二人はワギュワギュワーギュンと言ってもらった時に、はい、あのお二人の顔を近づけてほしいんですけども、はい、その時に、お二人側 の、 あのくっつける方側のほっぺたを膨らませていただきまして、はい、二人がこう重なることで二人の口からプッと、はい、二人の共同作業ですね、最後は。なるほど、漏れ出さしてるわけですね、ひっついて。そうですそうです。なるほど、だいぶ密着度の高いギャグですね。あ、そうですね、その音が鳴れば鳴るほどお二人の仲が良くなると。なるほどなるほど。この、スキスキスーキン、あと、ラーブンとラブラブラーブン、はい、このこれ何なんですか。それはこれはあのいつも僕が彼女とやってるやつなんですけども。え、スキスキ通勤というのは、はい、プリクラに必ず書くやつですね。彼女と撮ったプリクラには絶対にスキスキ通勤とか、はい、ラブラブラーブンと、ラーブン、はい、おー、あ、カップルが言いそうやな、そういうの。カップルのノリをちょっとこの入れてくれたっていうことですね。そうですね、はい、なるほど。大丈夫ですか、それ怒らないですか、彼女さん。私たちだけのノリをそんな人にあげてって怒らないですか。あ、もういや、優しいので大丈夫です。あ、ほんまですか。じゃあこれ思い切ってやらせていただきますんで。あ、やっていただけるんですね。これじゃあ、はいはい、そうですね、じゃあ僕そっち側行きましょうか。まあ、そうですね、はい、来てもらった方がいいかな、はい、じゃあちょっと川西側の方に行きますね。いいですか。はい。いや、仲の良さをアピール。でもやっぱり仲いいっていうのはやっぱ見ててなんかこうほっこりしますもんね。そうですね。やっぱネタ合わせの前とか一回これやっていただいて、やったらいいネタができるんじゃないかなと。ネタ終わりに、はい。なるほどね。ネタ合わせ中とかもやっていただいて、はい、じゃあちょっと最後キーポイントですもんね、ブーって出るかどうかの、はい、キーブーを出していただけたらなんで。わかりました。じゃあ、ちょっとやらせていただきたいと思います。師匠聞いててください、はい、お願いします、はい、水田のことが好き好き好きん、ケンシロウのことがラブラブラブン、そんな二人はワギュワギュワギュちょ、どうでした。あ、いいですね。うんって言うたやな。ブーがちょっと合ってないですね、やっぱちょっと片方が出てしまって片方がみたいな感じですね。いや、やっぱね、結構思ったよりグッと押し付けたんですけど、やっぱ漏れ出しにくいですね、なかなか。あ、そうですか。はい、なんかでむっちゃやっぱ相方髭声でチクチクして、ちょっとその抵抗感もあって、あと、あ、そうそう、僕からしても相方のやっぱ油ぎっしゅな部分がある。ぬめぬめってきたんで、その、ぬめぬめぬめやったんで、その。あ、ぬめぬめぬめやったんですね。いや、やったんですね、じゃないんですよ。チクチー君とぬめぬめぬめやったんで。お互いにそこは。やっぱちょっとね、ブーを合わせてもらったら、やっぱより良い。あ、そうですね。はい、大事ですもんね。いや、でもなかなかこれ密着度の今までにないギャグでした。ありがとうございます、師匠。いえいえ、とんでもないです。はい、またもし、機会があればネタの中に取り入れさせていただきますんで。ぜひぜひ、はい。これも投票に入るんですよね。はい、もちろん入りますんで。あ、ぜひぜひお願いします。はい。じゃ、なんか告知とか大丈夫ですか、内海師匠。あ、はい。結構家にいること多いんで、今月は大丈夫です。また競馬の方とかも頑張ってくださいね。あ、そうですね、競馬番組の、はい、頑張ります。はい、ということでミルクボーイ内海師匠でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さん、はい、僕の名前は水田、水田、
僕の名前は川西川西二人揃って和牛です。乗せたら熱いのはおっきゅうです。ポン。すごくいいですね。すごく良かったですか。すごくです。和牛の面白牧場 KBS 京都からお送りしています。お聞きいただいたギャグはインディアンス田淵師匠によるものでした。というわけでエンディングでございます。はい。何度も言うてる通りですね、もう来週で面白牧場が終了となってしまいます。いやー半年間ですか。はい、お送りしてきましたけども、その最終回の 特別企画、現在まだ募集中なんですけども、はい、最優秀ギャグ師匠を決めたいと思っております。うん、今までいろんな方にギャグ師匠になっていただき、いろんなギャグを伝授してきてもらいました。まあ、この放送の中で、ちょくちょく流れているもの、流れてないものもたくさんありますけども、その中から皆さんが面白かったと思うもの、まあ複数でも構いません、良かったと思うものを、ぜひとも投票していただきたいです。うん、KBS 京都の方に送っていただけたらと思います。その投票次第、投票結果の次第によってはですね、一番の方にもしかしたら電話で出ていただけるかもということになっております。はい、そちらの方は、今日の放送この終了のと、はい、あ9時半まで、募集しているみたいなので、皆さんぜひとも、応募よろしくお願いします。うん、そして、来週なんですけども、リスナーギャグ師匠のコーナーに関してはもうやりません。今週が最後となります。はい、ということでございまして、もうあとラスト1回ということになりました。ねえ、うん、僕は本当に喉を整えてきますわ、ちょっと最後。いやそうですよ、ね、歌声のコーナー、そして河内弁のコーナーに関しては、まだ募集しておりますから、はい、リスナーギャグ師匠ともしもあの時に戻れるとしたらは終了ということですね。はい、はい、ということで、半年間ですか約 やってきて来週で最終回、ぜひとも聞いていただきたいです。ぜひぜひ、まあね、あの最後だけでも構いませんよ皆さん、今まで聞いたことない方も、滑り込みで間に合いますから、和牛の面白牧場ラスト1回聞いてください。聞いてくれないと悲しすぎて、おお、やっぱ喉の調子悪いですね。O で大体測れますね。はい、来週は整えてきてくれるみたいなので楽しみにしててください。ということで、9時半まで、投票受け付けております。はい、皆さんどしどしご応募ください。お相手は和牛の川西と水田でした。また来週、さようなら。